お呼びで。なんちゃって。指を鳴らすとスッと登場する忍者。いいですね。凄腕になった感じがたまらない。え、今日は他にも用事がある？何でしょうか？チョコレート、チョコレート。ああ、バレンタインデーというお祝い事ですね。なるほど、これが噂に聞いた。自分には縁のないものだと思っていたので反応が遅れました。格別の褒美、ありがたく受け取らせていただきます。ありがとうございます、主。この感動をどう表せばよいのでしょう。本日一日限定でイモータルハッピーバレンタインと宝具名を変えることもやぶさかではなく。いえ、さすがにそれは冗談ですが。そしてこれは女性サーバントの方々にお伺いしたのですが、確かバレンタインにはお礼をしなければならないのですね。僕としても日頃何かにつけて目をかけていただいているお礼に素晴らしい品を差し上げられれば良いのですが。再臨素材とか。あ、いえ、そうではなく。申し訳ありません。少し考えてみます。え？失礼、そのお饅頭はお礼の品としては不適当です。この饅頭こそは風魔饅頭。風魔一族がその総力を結集して作り出した一品めいた何か。一日を過ごすために必要な栄養素が全て蓄えられており、高タンパク、ビタミン豊富、そして高カロリー。このおまんじゅうさえ食べていれば飢えることはまずなく、栄養不足もありえません。ありがとうございます。開発に携わった者としてその点については誇っています。ただ唯一の欠点として。まずいという点が致命的でした。みな栄養には気を配りましたが、味については誰一人として確認しなかったのです。主、しっかりなさってください。我が主。